ミルクボトル。こんにちは、アジーンです。今回はこちらです。 Amazon で偽物の LOL サプライズを購入してみました。商品ページを見つけて画像を見て、これ絶対偽物だろうっていうものがあって悩んだんですが、あえて今回購入しました。これはね、チャイナポストって書いてあって、中国から発送されてます。ほんと買おうか迷ったんですが、ちょっとみんなと動画で開封しようかなと思ってこの動画を撮ってます。早速開封していきたいと思います。では早速問題の人形を紹介していきたいと思います。今回購入したものは8体で1999円でした。まず1体目、こちらです。もうね、カプセルに入ってないんですね。これ知らなかった。ちょっと開けていこう。一応ね、こうサプライズになってますね。こう隠されてる。ちょっと一応この辺から、わあ、アクセサリー、ヘアアクセサリー入ってました。あ、これ本体だ。人形、うわー、すごい、もう LOL に似てますね。これ似てますよね。そしてこちら、これが洋服かな、靴っぽいものと多分服が入ってるんだと思う。でミルクボトル、きったな、どうした、なんかあのゾンビみたいなバイオハザード的なミルクボトルになってますね。これどうしてこうなった、なんか明らかにこれは汚れ、どうしたよ。ちょっとこれでね、飲ませたくないですねやば、ちょ、服いきます。服、一応ここサプライズされてます。なんだろう、ワクワクするなうわー、あ、一応統一感がある。ワンピースかなこれ、怖いな、なんか服も怖い。着れるのかな一応これ。あー、一応ね着れますね。めっちゃなんかあの透けてます。一応こう着れる感じになってる。あんま服の意味がねないですね。服の意味なし。靴は右とか左とかはないっぽいですね。ない。ものはね、この靴の裏に書いてあるんですよ。で、あ、一応かわいいかな。え、これどうやってやるんだろう、この頭のやつ。あ、この辺で止めるのかな。あ、外れちゃったダメだ、取れちゃうな、これ頭取れちゃいますね。しかもこれ口ちゃんと開いてる、口穴開いてないんじゃないかなこれああ、靴は脱げるし、こうしときますね。はい、まず1体目でした。そしてこの汚い、ああ、もうダメだこれ。はい、これです。続きまして2つ目、2体目いきたいと思います。2体目、これもなんかちょっとツッコミどころ満載な感じがする。どうしたこれ、アイマスクがすごいことになってる。アイマスクと、あ、今回は、あー、汚い。やっぱ汚いですね。ミルクボトル、ちょっと汚い。さっきよりはマシ。なんでこんな汚れついてるんだろう。で、こちら、カールまみれの頭してますね。この子には、靴がないですね。この靴がないのは、こういう仕様なのかな。はい、一応ね、服着れました。はい。あ、で、これだ。この一応これも止まるようになってんだ。これじゃあパジャマとかかな。はい、すごいなこれ。2体目でした。あ、靴ね、ここにありました。見落としてた、申し訳ない。あ、すごい、これめっちゃ LOL に似てる。こういうのね、あるんですよ本家。はい、こんな感じです。続きまして3つ目いきたいと思います。3つ目、あー、この子どっかで見たことある。これ持ってる、私これ持ってるよ。今回もちょっと汚れてますね。やや汚れてます。で、服が、おー、
これはブーツですね。ただ本当にこの作りがよろしくないですね。服とか全てのパーツがもう全然クオリティが違うか、ヌメヌメしてるなこの子なんだろうな。はい、できました。まあ、かわいいですね。かわいいかわいい、うん、かわいい。そしてミルクボトル、ちょっとこの子なんかねオイリーな感じでした。はい、続きまして4体目です。あ、これなんかさっきみたいなやつ入ってる。1体目と似たようなこの髪の毛のアクセサリーが入ってる。どうした、目すごい、なんか目のプリントが雑、かなり雑いですね。そしておなじみのミルク、もう全員一緒なんだここね。これは一応綺麗かな。はい、一応綺麗なミルクボトルと、ここサプライズの部分です、重要。今回は袋が違う、これレアかなちょっとねさっきまでと袋が違いますね。これおお、いろんなパーツが入ってる。これ腕かな。ただなんか体がねすごい反ってます。全部この服がね透けてますね。シースルー、あー履けない、なんか反ってるから、この子ちょっと履かせにくいわ。サイズとちょっと合ってない感じがします。ズボンがね履けない。いいよ、よいしょ、なんとか。あー、4つ目。続きまして5つ目いきたいと思います。5体目は、あ、これはすごく綺麗なミルクボトルが入ってます。お、硬、すごい硬いです。この人形がね結構紫の服がなんか多いですね。ダメだ、もう入ってかないもんねこれ判決になっちゃう、判決です。この商品についてっていう Amazon のね詳細ページなんですけど、6体目いきます。6体目、こちらです。ちょっとさっきと似ていますが違う感じ。サングラスとかペコペコ、なんかもう顔この辺ペコペコですね。ただどうだろう、8体で1999円はかなりお得だと思います。この LOL じゃなくて人形、ただのこういう人形として買うんだったら、まあ、まあ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 、うん、それでもちょっと似すぎだけどちょっと似すぎだけど問題があるけど、これね間違えて本当に LOL だと思って買っちゃったらちょっとまずいですねこれは。なのでお気をつけください。あー、メガネが壊れた。はい、一応かわいい。7体目いきたいと思います。7体目、このスタイル好きですね。結構最初のこういう服着てる子レアですね。はい、できました。もうズボンは無理です判決のままでいかせていただきます。無理。いよいよラストです。8体目、もういいやって、もうだいぶ満足してもういいやって感じになってきちゃったんですけど、もう驚きないですね。もう別に驚きもしない。わあすごい、どうした、怖い、もうなんか首とか外れそうだもんこれ。手とかもなんかとんでもないことになってるから戻してあげないと。よいしょよいしょ、ほんとこのスタイル好きだなこれ。どうした、このすごいなんかね虫みたいなズボンですねこれ。どうしたんだろう、わーなんかすごいな、このジャンバーみたいな感じになってる。すごいなこれ、何どうしたなんかものすごい、あーこれも伸びないですね。本物は伸びるんですよちゃんとね、ここメガネね合わせられるようになってたけど、これは無理やりやっちゃうと折れちゃいそうなメガネの素材です。ダボ、なんかすごいですねこれ、なんて言ったらいいんだろうこれ。あ、ミルクボトル、あれこの子のミルクボトルこれか。はい、最初がねちょっと汚すぎたこのミルクボトルね。はい、このような感じのラインナップになっていました。この、ね、Amazon の商品ページには8驚きの人形やアクセサリー、すべての人形は違う、赤ちゃんは人形の世話、人形の
服用、服装、靴の着用、メガネの着用などを学ぶことができます。確かに人形は毎日たくさんの水を飲むことができ、彼女はスキルがあり彼女はスキルがあり水を噴霧することができます。2018人形付き添い人のための最高の贈り物と書かれてますね。はい。でね、これ気をつけなきゃいけないのが、おすすめの商品みたいな感じで、よく一緒に購入されているセットみたいな感じで、本家とこれ一緒に購入されてるんですよね。3点セットとかで。絶対これ違うんで、皆さんお気をつけください。レビューはね、水を飲むと書いていますが、飲みません。口に穴が開いていません。ボトルもほとんど同じ白色でした。私の場合ほとんどっていうか全部同じ白色ですね。写真ほどカラフルなボトルはありません。今回私はね、わざと購入してますが、くれぐれも日本から発売されてるものとか、海外の本物を購入するようにしてください。はい。一番汚いミルクボトル。なんか使いたくないな。すごい汚いもん。あとね、このボトルの上の方がね、合ってなくて、このここら辺大丈夫か？入る？これ水が入んないです。とりあえず、ああもうほらボトルがね、蓋開いちゃう。でこの子よね、この子。じゃあ他のボトルをちょっと借りようかな。ああ全部ね、ここ開いちゃうから、一応入った。これ OKOKOK。 じゃあ彼女にはスキルがあるので、ちょっと水をね飲んでもらいます。毎日たくさんの水を飲むことができるみたいなんで。口開いてない開いてねえ。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。